スマックは、ウルシカのヌれ出属や、それに関連する、類の様々な植物を、総称的に指す言い方である。このうち、主にスンマークシバーガインの果実を乾燥させ、粉状にしたものが、中東料理で、香辛料として使われており、これを、特に、スマックと呼ぶこともある。スマック類は、世界中の亜熱帯や温帯地域、特に東アジア、アフリカ、北、 アメリカに生育している。スタグホーンスマックの若い枝。スマックは1から10メートルにまでなる寒木や低木である。葉は螺旋状になっていて、蜜葉や単葉の種もあるが、大抵は鵜状を吹くようである。花は5から30センチメートルの密集した塩水果樹果保の形を通り、それぞれの花はとても小さく、緑がかっているか、乳白色か赤色で。 五つの花びらがある。果実は、スマックボブと呼ばれる赤みがかった角果が密集した草を形成する。一部の種の角果を乾燥させ、引いて粉にすると、風味が強い脳赤色の香辛料になる。こうした寒木や低木は、特濃香やピスタジオを含む、ウルシカに属し、パレスチナの木立ちに自生する。木は、死有遺体で、その鵜上の葉は、 皮の生産に使用されるタンニンを多く含有する。姿勢の木は密集した房に並ぶ赤みがかった果実をつける。果実はレンズ豆のような形で毛が生えており苦みがある。アジアの一部のコミュニティでは香辛料として使われている。植民地時代のアメリカでも今日の北アメリカでも利用されている。スタグホーンスマックについては果実を冷水に浸すと 気分を爽やかにするビタミン C が豊富な飲み物になる。スンマークシバーガインの実は赤く酸っぱい。スマックに言及した設計文字が刻まれた石板がある。またスマックはミシュナーの時代から栽培されていた。そしてその結果果、実ともどもペアの方が適用されると考えられている。しかし、スマックが豊富に自生していたパレスチナではそれほど高い。 価値はなく、ペアについては柔軟な態度が取られた。オンタリオ州ハミルトンのスタグホーームスマックスマックという言葉は、古フランス語のスマック、中世ラテン語のスマック、アラビア語のサメイクを経て、赤を意味する古代シリア語のサメイクへとその語源をたどることができる。スパイスとして売られているスマックフラグラントスマックの果実、角果は赤みがかった紫色の粉末状にして、 中東料理において、サラダや肉にレモンのような味のする酸味を加えるための香辛料として使われる。赤じそふりかけ、梅干しのような風味であると言われる。アラブ料理では、フムスやタシのようなメゼの彩りと風味付けに使われる。レバントではサラダに加えられるだけでなく、ムサッハンというパレスチナ料理の主な材料の一つとなる。アフガニスタン、アルメニア、バングラデシュ。 インド、イラン、ユダヤ、イスラエル、クルド、パキスタンの料理では、スマックは米やケバブに加えて使う。アゼルバイジャン、中央アジア、ヨルダン、トルコの料理では、サラダやケバブ、ラフマジュンに使われる。スンマークシバーガイン、あるいは単にスンマークは、ミックススパイスのザータルに使われている。北、アメリカでは、スムーズスマックや、スタグホーームスマックを生成する。 アール・コーリーリアの葉、アール・チャネンススの節、アール・ペンタファイラの木と根などが重要な資源となる。スマックで舐めしたレザーはしなやかで、軽く、色も明るい。スマック担任ンンで作られる、レザーの一種としてモロッコ側が挙げられる。湿り気を帯びると紫色が映ってしまう。大理石のような重い荷と一緒に、軽い船荷として細かい粉末を袋詰めして、運搬する場合、 色移りに注意する必要があった。スマックは主に中東や南アジアの国々でいくつかの異なる病気の治療法として中世医学において使われてきた。1970年代に考古学者によって発掘された11世紀のロードス海岸沖のンパ船には商業用と思われる量のスマックの格下が積まれていた。これらは薬、 料理用の香辛料、染料として使うことが意図されていた可能性がある。スタグホー温スマックは強力な酸化防止剤であり、その酸素ラジカル吸収能は1500マイクロメートル、オルテ、G 以上である。また、スマックの高高血圧の効果が調査されており、臨床試験において、R コーリーリアには高血圧患者の血圧を低下させる顕著な効果があることが示された。 巣箱の蜜チをおとなしくさせる発煙機の燃料資源として乾燥させたスマックの房を使用する養蜂家もいる。スマックの茎には簡単に取り除ける柔らかい髄が中央にあり、伝統的なネイティブアメリカンのパイプ作りに役立っている。北部アメリカ合衆国ではそれらはパイプの柄として一般的に使われた。乾燥させたスマックの木は 長波長紫外線光線の傾向を発する。かつてヌルデ属と考えられていた、ポイズンアイビー、トキシッコデンドランなどキャンズ、シン、ラストキシッコデンドラン、ポイズンオーク、ポイズンスマックなどは、ウルシオールというアレルゲンを生成し、激しいアレルギー反応を引き起こしうる。ポイズンスマックは、順種のヌルデ属の赤い角化とは、かなり異なった白い角化によって見分けられる。 木はよく芽を出す性質があるので、スマックを刈るのは良い管理手段ではなく、刈ると結果としてギザギザの鋭く尖った切り株になる。刈られた後、植物は新しく成長してすぐに回復する。ヤギは木の皮を食べて新しい発芽を妨げるので効率的で迅速な除去方法だと長い間考えられてきた。スマックは根景で繁殖する。小さな新芽が より成熟したスマックの木の近くに生えてくるが、これは主要な木からかなりの距離があるところまで浅く張った根を通って成長している。このため根を刈り込むことは完全に種を取り除くことなく管理する手段である。ありがとうございます。